今日は、えっ、ー、と、ちょっと、ポッドキャスト形式におしゃべりをしたいと思います。えっ、ー、とですね、昨日の夜、あの、強いストームが来て、あの、ここはアメリカの東海岸なんですけど、えっ、ー、と、内陸の方からもずっと、アメリカの北から、あの、フロリダの南までですね、ずっとこうス、ストームの、 あのな,なんだ <laughs> 線がガーッとこっちに東に西の方から来てどこもなんか大変だったんですけど結構強かったんですよでここの家に引っ越してきて今半年になるんですけどえっ、ー、とここまで、うん、強いストーンもちょっと初めてだったんで,でしかもちょっと夜だったのでうんちょっと怖かったんですね。 でああそうそう。で、あの、トルネード、竜巻、警告まで出たんですよ。まあ、これってあんまりそんなしょっちゅうないことなんで、何年か前にもあったんですけど、竜巻警告ですね。<laughs> そんなのが、あのビービーってのあの、で、あの、フォンとか出るじゃないですか。出たら、やっぱ怖いんですよ、なんか。まあ、竜巻がね、来て、家が、 壊れるとまではならないとなならないけど多分自分心配しなんでまあ心配になるんですよねだから、ね、家の真ん中で窓から離れて一応こうしばらく2三3 0分警告が、えっと、終わるまで待ってたんですけどで,でまあ息子は結構なんていうか結構平気でそういう時も。 寝っ転がってあ、大丈夫、大丈夫とかって言ってて。だから自分も、まあ、だから、ああ、あの、なんだ、取り乱したりとかね、すごい恐れてる感じをしたらダメじゃないですか、子供の前で。だから平静を保つようにしてたんですけど。うん、で、まあ、ダメージは何もなかったんですけどね。え、で、まあ、今日ちょっと話そうと思ったことは、まあ、ストームのことじゃないんですけど、 えっと、男女関係です。<laughs> で、どう関係が、これがどう、ストーマと関係あるんだって、まあ、思われるかもしれないんですけどね。男女関係。うん。で、まあ、自分、今、離婚して、まあ、一人でやってるじゃないですか。まあ、息子と二人で住んでるんですけど。でね、あの、自分はまた、あの、いつか結婚する、したいか、したくないか。 とかって、まあ、まあ、人に聞かれたりするじゃないですか。で、うん、まあしてもいいし、しなくてもいいしって思いますよね。別にしなきゃっていう気もないし、でも、あ結婚したいと思う人がね、出てきたらそれはそれでいいなっていう、まあそれぐらいですよね。で、うん,でだん、男女が一緒にいる理由、 理由っていうのが、普段は自分はまあこんな感じで、結構何でも自分でね、テイクケアして、うん、ちゃちゃっとやってし、まい、あ、やれる方なので、まあいいんですよ。でも、だから昨日の夜はさすがに、ああ、これは自分ね、 こう,誰かこういう時こそ誰か頼れる人がいたらいいなっていうのは正直、まあ、思いました。うん。で、で、これをなんていうか正直に思って多分こういうふうにできてるんだなっていうふうに思ったんですよね。っていうのもまあこれって今のあの男女関係問題とか例えば今 よくアメリカでも言われてるのはあの男性の人が一人でいて彼女もできない結婚もできないでもなんか諦めててそのロン,ロンリーな男性ですねが多いっていうのが今社会問題なんですよでそれってだからこれこういうねストームの時につながるわけでなぜかというと、ま、男女それぞれ 男性にしかできない仕事、タスクと女性にしかできない仕事、タスクっていうのは役割ですよ。前、役割の話前もしたんですけど、あるじゃないですか。で、この今の社会ってあの女性が何でもできるようになってしまって、で、男性が男性しかできない役割を発揮できる場所、機会っていうのがとっても少なくなってるわけですよ。 それで、男性は、あの、居場所が少なくなってってで、しかも女性がもう何でもできてしまうし、で、テクノロジーもあるし、ね、もう男性に頼らなくてもやっていけるもんだから、男性が、なんていうか、自分のし仕事を発揮できる場所がないんですよ。それが、 社会の今問題で、男性一人一人が弱くなってるっていうわけでもないんですよね。それで、あの、女性の人はまあどんどん社会進出していって、えっ、ー、と、身体的にもいろいろできる人がいたりして、もうみんなジム行ったりして筋肉つけたりして、例えば、ね、戦闘機のパイロットになったりその、何でもできるじゃないですか。でも、 基本的には男、男女はそれぞれの役割があるのは、ま、まあ,あの、身体的に、生理的に、だから全然違うからであって、女性はこの、例えば家の中のこととかね、細かいことをするようにできていて、細かいことをしたり、子供とかお年寄りとかの世話したり、そういうね、ことをまずでやるようにできてるんですよ。 で、男性の人っていうのは、それを、あの、身体的にも大きいし、力があるじゃないですか。そういうふうにできてるっていうのは、その女性とか子供とかお年寄りとか、ね、自分たちで守ることができないところを男性が守ってやるようにできてるわけですよ。うん。で、これ、これって一番男性としての基本的な役割であって、 だから男性は女性よりも大きいんですよ。で、自分はね、対岸のことはやってんのけようとか、まあや、やってやるって思って <laughs> やってしまうんですけど、うーん、でも、身長も150センチで自分ちっちゃいんですね。で、体重も40キロしかなくて、ちっちゃいんですよ、自分は。で、アメリカでは特にちっちゃいじゃないですか。だからもう、できることには本当限りがあって、あの高いところは届かないし、 本当に限りがあるわけですよ。で、これでだから思ったんですね。あの自分は結構何でも自分で、ね、やろうとかするけど、本当はあのこできないことは男性にやってもらって、やらせないといけないんだっていうこと。これはあの離婚する前にあの学んで気づいたんですけど、自分がいろいろやりすぎてた部分があって、これはあの自分の,その元の旦那にもよくなかったんですね。 それで彼は、あの、なんていうか、自分の能力を発揮できなくて、こう、ぬくぬくとね、あの、なってしまったところがあって、だからこの離婚っていうのは彼にとっても良かったわけですよ。と自分は思、思っているわけ。だからですね、女、女性がいろいろやるのは悪くないし、いいんだけれども、結局は、 だから、男性にしかできないことは男性にやらせなきゃいけないんですよね。うん。だから、私はこのストームのね、あの、雨風強くて怖かった時にやっぱり思ったのは、やっぱりこれは、あの、誰かいて、その、守ってくれる人っていうのはいて当然なんだっていうのを昨日、まあ、学んだんですけど。で、後でね、ストーム去った後とか、 いろいろ壊れたりしたら、それを直してくれるのもやっぱり男性じゃないですか。自分は屋根登ったりできないんで。うん。で、まあだからその、なんだ、相互作用で、まあお互いそうやって助け合ってできるようにできてるわけですよね。だからまあ自分もこれをずっと無視していたのがあって、それに気づいてよかったんですけど、これを素直にみんな気づいて、 お互いができるタスクっていうのをやって協力していくのが一番自然であると。ま、あのそれぞれのタスク仕事役割っていうのを話してるじゃないですか。で今週先週私あの日本の,あの本「嫌われる勇気」っていう本がベストセラーになったじゃないですか。で自分もこれ ずっと読みたくて、あの、でも、日本、日本語の本を手に入れる機会がないんで、まあ、ちょっと待ってたんですけど、んであの、英語版は College to be disliked っていうんですけど、これを、あの、Spotify で見つけて、あの、オーディオブックですね。オーディオブックで、これをずっと聞いてたんですよ。えっ、ー、と、ここ2週間ぐらい。で、昨日ちょうど聞き終わったところで、で、 この本にもあるようにやっぱり人それぞれみんな自分のね役割仕事タスクっていうのがあってそれを果たさないといけないっていうのはうんやっぱりあの人間関係で一番大事なことであってそれをやっていかないと社会が成り立たないまあそれは社会ですよね で、これが男女関係になってくると、えー、一回、あの、なんだ、彼女、彼氏になっても、パートナーになってなるなり、結婚するなりで一緒になるじゃないですか。で、そこで、あの、陥ってしまう罠っていうのは、例えば、自分は離婚したときにですね、あの、元の旦那が、 あの自分はこれこれやってあげたのにやってあんたのためにやってやったのになんで今さらそんなことが言えるのみたいなことを言われたんですねこれが自分は言われて一番嫌だったんですよ How can you do that? I did this for you. Did this, did this. For you. って言われたのが一番嫌で結局なんか条件付きみたいなんですか うん、だから、それを言われるのが嫌だから、ね、あの、例えばまた結婚したりとかもあんまり思わないわけですよね。またそれを言われるぐらいだったらしたくないっていうのが一応あるんですけど。うん、だから、でも、で、それ言われてしまうと、自分もまたお人よしなとこがあって、 なんか、ああ、悪いなって思ってしまうんですけど、お互いの相互関係であって、自分は自分なりに、自分をもう本当に犠牲して、ね、この人のためにやってあげたこと、家族のためにやってあげたことっていうのは本当にいっぱいあるわけで。実際あの自分、10年日本に帰ってないんですけど、ね、もう、すごいもう自分犠牲にしてるじゃないですか。だからもうそれお互いだし、 でも、自分は文句言わずにやってきた。やるべきことはやった。それはもうだから自分のそれタスクだし、ね、自分の仕事、役割として分かってるからやってきたわけであって、自分が自分に言いたいのは、<laughs> もしまたね、あの、パートナーを持つのであれば、あと、んあの、先のことにとらわれない、あの、一生、 一緒にいるは、いるんだとかもいなきゃダメだ、この人とってそ、そこまで思ってしまわれると困るわけで、また。んで、もう先は何があるかわからない。別にね、1年、2年で別れるかもしれない。それでも OK ってまず思っている人。私はそういう考えですから。だって先のことわからないじゃないですかで。この嫌われる勇気の本にもあったように、もう今、今にしか、今に、 フォーカスするしかないわけですよ。この、ね、今、now っていうの。これはもうこの、自分あの、いろんな、あの、スピリチュアルな本とか、自己啓発本とか、いろんなの実は読んできたんですけど、もうみんな同じとこにたどり着くんですね、この。基本はもうこの、い今にフォーカスするしかない。過去はもう、どうしようもないから忘れて、未来のことも、心配しなくていいかも。だってもう、絶対わかんないから。 もう今しかないからっていう、これで、これを分かってる人としか一緒にいれないなっていうのはまずあって、もしね、1年2年で別れたとしても、その時になって、あ、自分はこれをこれをやってあげたのに、ね、どうしてこんなこと言えるのみたいに言う人とは自分は一緒にいたくないんですよ。大事なのは、まあ、 女性は女性でやらなきゃいけないタスクがあって、男性は男性でやらなきゃいけないタスクがあって、お互い、お互いしかできないわけであって、これをお互いにやらせてあげないといけない。うん。で、それはもう条件付きじゃないんですよ。無条件。無条件でやってあげていって、それやってあげてるけど、実はそれはだから自分のためであるわけであって、 で、またこの嫌われる勇気の本にもあったように、結局は他の人に貢献、貢献するのが、ね、一番のこの幸福であるわけで、こう、貢献して、ね、やってあげて、それいいんですよ。だからやってあげたのに、なんて後で絶対思わないように、言わないようになれないといけない。そこまで来れば、 男女関係、このパートナー関係っていうのは、うん、あの、とっても、もうパーフェクトに近いんじゃないかなと思います。ね、お、親はまあ、子供たちのためには何でもするじゃないですか。そうやって無条件じゃないですか。条件付きでやってあげる人いないですよね。だからそれと一緒で、男女関係も、そこから、パートナー関係。で、 もっと大きなコミュニティ社会全体につながっていくと私は思いますなので最後にこれは自分に対しても自分に対してのアドバイスでもあるんですけど皆さんに対してのアドバイスはまず男の人は手を貸してあげないといけないあの女の人にやってあげるよとか自分にやらしてよって ね。ゆう,う、言う、だから勇気を持たないといけないんですよ。で女性はあ大丈夫自分でやるからって言うかもしれないけど、それを怖がらないで自分にやらしてやってあげるよっていうふうに、無条件に、無条件に言えるようになる。だからこれって、だから勇気がいることですよね。だから男性で、ロンリーで、あの、パートナーできなくて、 どうしていいか分からないっていう人は、そこから始めたらいいと思います。もう、もしあの、大丈夫自分で,できるからって言われてもいいんですよ、それで。だからね、言われたっていいの。怖がらないでやるということ。で、女性は、だから逆に、そこで、あ大丈夫自分でやるからって言わないで、OK <laughs> じゃあやってくださいって、素直に言うことですよね。だから自分はそれとっても、 昔はできなかったから、そうそう。やらなきゃいけないんですけど多分、多分みんな同じだと思う。もっとやってもらって、そしたら男性はそれで幸福感を得るんですよ。どっちにしろ勇気が必要。本当にこの嫌われる勇気の本が言っていることは、すべてに対して、あの、ね、合ってるなって思いました。ちょっとずつ、 書いていきましょう。大丈夫、大丈夫。怖がらない、怖がらない。あちょっとぐらいね、拒否されたりとかしたからって、大したことじゃないんですよ。大したことない。な、もう、だから本当に、まず、一歩踏み出してやらないことには始まらないから、一歩踏み出してどんどんやっていけば、何回ね、何回もやってるうちに、全然、 あの楽になってくるしもっとそれ自分にもいいだからいいことなんですよ勇気もっと勇気がついてね、自信が持てるようになるからやっぱり最初の一歩はみんな踏み出さないといけないと思いますはい頑張りましょう